皆さんどうもこんにちは、情報教育課長の豊島と申します。赤堀先生がリラックスをしていただくようなご挨拶をしていただいたので、私もそれに便乗して事務方がこんなこうきちんとしたものを作ったんですけど、多少脱線させていただきながらご挨拶させていただければなと思っています。まず最初に今回公益財団法人パナソニック教育財団実践教育助成特別研究指定校成果報告会の開催にあたりまして、ご挨拶申し上げたいと思います。初めに昨年12月ですかね、設立で40周年を、パナソニック財団さんを迎えられたということに対して、この場を借りて改めて心からお喜びを申し上げるとともに、設立以来この助成事業累計2700件を超えているというふうにお伺いをしておりますが、長年にわたるこういう研究助成を通じましての教育の情報化の発展普及にご尽力をされたことに対しまして、まず最初に深く敬意を表したいと存じております。改めましてこの本助成事業を通じまして、いわゆる視聴覚メディア、情報通信メディアを効果的に活用する中で、子どもたちが分かりやすい授業を体感する、あるいは子どもたちの主体的な学びを推進する、そういうことを可能として子どもたちの興味関心というのを高めながら、なおかつその一人一人のその個性能力を高めていく、21世紀にふさわしい学びというのを作り出す、創造するということを強く期待をしているところでございます。私実は去年ちょうど同じ時期にもこちらの方に足を運ばせていただきまして、昨年度の発表を聞かせていただきました。女性でいろいろ取り組まれている学校様が掲げているテーマ自身が結構多岐にわたる中で、先ほども話もちょっと出ましたけれども、そういう取り組みに対してアドバイザーの先生方の多分長年にわたるご指導の中で、特に特別支援特別校については2年間にわたってこう学校というか学びを作り上げていくということをやっていただいた、その成果というのを聞かせていただきまして、少しずつ少しずつその輪が広がっているのかなというふうに感じているところでございます。今回その新たに中間報告あるいは最終報告をまた聞かせていただくことになりますので、また新しい側面、新しい発見というのを聞かせていただきながら、私は行政の立場でございますので、行政の活動の方に役立てていくことができればなというふうに思っています。じゃあ文部科学省の方でもですね、周知取り組みを進めておりますので、紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、ご承知のとおり文部科学省で学びのイノベーション事業というのを昨年度までやっておりました。3カ年の実証実研究ということで一つの区切りを迎えております。で、区切りを迎えたという言いながら、区切りというのはもう、普及とか広めていくスタートの今年は年になっているかなというふうに思っておりまして、文部科学省自身も実はその、今年度はその例えば教科別の、指導モデルを作るとか、あるいは研修モデルを作るというような取り組みを多くの実は、小学校中学校のご協力をいただきながら繰り広げていたり、あるいはあえて宣伝をさせていただきますが、光があれば影があるって話で、最近いわゆるネット依存とかそういう言葉がありますけれども、昨年3月に学校の現場でお使いいただけるような、こういうネット依存などの情報の進展に伴 こう課題に対応した指導用の、ビデオを含めた教材を開発をいたしました。まだまだこうお目にとどまっていないかなというふうに思っておりますので、宣伝も兼ねてですが、こういう光の話もあれば影もある、影と言っていいかどうかは分かりませんけれども、 ICT に潜むいろいろな可能性に対する攻めと守り、両方とも繰り広げる必要があると思いますし、実際女性校の研究テーマの中にも幅広くそういうのが含まれていると思いますので、こういうのも活用していただければなというふうに思っています。あとさらに昨今こういろいろ教育の中でプログラミング教育という言葉がよく出ておりますけれども、実は今年度そのプログラミング教育の国内外の実態調査を文部科学省をすると同時に、小中高向けでそのプログラムというものをその授業の中にどう取り組むという、いわゆる好事例のものがございましたら、そういう事例も作りながら、
ICT を活用した、あるいは ICT の教育そのもの自身の、まあ、充実普及を図るような事業を引き続き展開してまいりたいかなと思ってます。ただいずれにしてもこういう事業をする上では、本日の発表いただく内容も含めまして、現場における取り組みの中での成果、あるいはその中で浮き出された課題というものをうまく行政のその事業の中に取り込みをさせていただきながら、真にその学校の現場で使える、あるいは広められるというものの施策というものに、ぜひとも使っていきたいかなというふうに思っております。今回のフォーラムでは昨年度一昨年度の特別研究指定校の皆様より成果を報告いただくというふうに伺っておりますけれども、改めてその ICT メディアを効果的に活用しながら教育の課題の解決に取り組む実践的な事例をぜひ伺わせていただければなというふうに思っておりまして楽しみにしております。また本日ご報告いただいた成果をそれぞれの学校におきましてもぜひ共有をしていただいて、教育課題の改善に、広く多くのものは参加しながら取り組んでいただけるということを強く期待をしております。結びに本事業を主催されます公益財団法人パナソニック教育財団をはじめまして関係各位のご努力に敬意を表しますとともに皆様のご活躍とご発展を記念しまして私の挨拶とさせていただきます。本日はどうもおめでとうございます。よろしくお願いします。